いやでもなんかやっぱさ、3D とかでいっぱい動けたりしたら、なんか面白いことできそうだから、ちょっとああ。って思うんだけどね。一緒にツイスターしようぜ。やめよ。ちなみに 3D 配信の時にツイスターやりたいですってやったら、スタッフさんに、一人でですか？って言われた。すげえ恥ずかしかった。予定あったんだ。本当に困惑させてるじゃん。めちゃめちゃ困惑された。できなくはないですけど みたいな言われた。どんな要望でも、なんか胸をめっちゃ巨乳にするのでも、彼氏を連成するのでも、何でも言うこと聞いそてう、くれ言ったんてだくれね。たけど、ツイスターは、そういうんじゃないって言われた。いやもう やばいよね。 そうなよんくちゅ、だでよもどっちね。もよく注文したわ、もう。いや、ツイスターをよく分かってなかったから、あの時恥ずかしかったな。あ、そういうもんじゃないんだと思って。あ、勘違いなんだ。2人でやるって分かってなくて言ったんだ。一人でもなんか楽しいんだろうって。わあ、太もももうこれ以上動かない。わあ、わあ、こけちゃった。ああ、お疲れ様です。そう。それが楽しいのかなって思ったね。まあね、しなかったよそっね。か。 いやまあでも分かんない、見てる方は楽しかったかもしんない、それもありだったかも。なんかむしろ来てくれた人に指定させるみたいなさ、あれ本当はルーああ、レッなトるなんほだっどね。いやけ。でも、そう、でも決めるやとさ、なんかすごいもう、さすがにやばいことになりそうじゃない？ まあ確かに。いやー、まあまあ、そう、そういうのあったな。でも 3D せっかくなったし ね。なったってか、お披露目終わったらなんかしたいね。そうね、何がいいんだろうね。うん。